ヨハネス・ヘンドリック・フェルトマイヤーとは、オランダの政治家、軍人、NSB 党員。ドレンテ州、アッセン出身。ヨハネス・ヘンドリック・ベルトマイヤーは、1910年11月30日に、アッセンにて、陸軍総長の息子として生まれた。1915年、彼の家族は名字を、ベルトマイヤーから、フェルトマイヤーに変更した。彼は、 ミドルネームだけを使用し、ヘンクフェルトマイヤーを名乗った。1928年、あらゆる分野で優秀な成績を収め高校を卒業し、不老人間大学に入学。数学と物理学を専攻した。1931年、兵役を果たすため休学、法兵科の予備役将校となった。この頃、設立間もない、オランダ国家社会主義運動突撃隊のリーダーと、 接触し、ナチズムに興味を持つようになる。1932年、フェルトマイヤーは NSB 党員となり479番の称号を与えられた。最初の1000人のメンバーのうちの一人として、NSB のリーダーであるアントン・ミュッセルトと直接的なパイプを手に入れた。彼は、フロー人間市内にて演説を行い、 リーダーの必要性と民主主義への反発を解いて回った。彼の話術はすぐに認められ、パートではあるが、宣伝部の養殖に就くことになる。また、ドイツやイタリアにもたびたび旅行し SS 隊員や、ファシスト党員と接触を続けた。1935年、大学での試験に落第すると、そのまま大学を退学したフェルトマイヤーは、以降世紀の党員として、 ユトレヒトの本部で本格的にナチズム活動に専念するようになる。なぜならば彼は予備役軍人として NSB に対して熱狂的な所属意識を持っていたからだった。NSB においてフェルトマイヤーは名のドロスと万頭人間のようにフェルキッシュの所属となった。この組織はオランダ誌のドイツ的要素を啓発し、 民族優越主義と反ユダヤ主義的主観を鼓舞していた。彼はドイツの SS と多くの極秘パイプを持っていた。NSB 内部にてフェルギッシュは党の見解の過激化を引き起こした。彼らはオランダ人における祖先であるゲルマン民族決闘の維持を理想化し、またこうした理論の支持者はこれらの考えに対する数々の研究を行った。1937年。 フェルトマイヤーは、フェルキッシュ労働協会の全身タルデバーデレン、エルフディール機関の重要なメンバーとなった。この団体は、NSB の中のフェルキッシュの研究成果をアピールする、ものであった。オランダの人々は、彼らの文化が、ドイツ人の文化だったことを理解することを学ばなければ、ならず、それは、SS の方針における重要な段階だった。フェルトマイヤーは、 SS のイデオロギーに強く引きつけられたが、NSB 本部が完全にはこれを評価しなかったため、このつながりを秘密にしておかなければならなかった。1937秋、彼は、アントン・ミュッセルトとの確執が原因で、ユトレヒトの NSB 本部からサラントの地方支部長に、左遷された。1939年8月、ロストバント人間は、彼を、 ミュッセルと親衛隊の指揮官に任命した。数百人のこの紙幣組織は、ドイツの SS に基づいたものであった。1939年、ラジオブレーメンのオランダ語送信について、ドイツ人に助言するため、ベルリンへ数回旅行をした。1940年5月3日、オランダ政府は、オールトヘンスプラートにて彼を拘束し、 ロストバン島人間と共に独房に収容した。彼らは、その後ベルギー経由で、フランスへ護送されたが、1940年5月30日、華麗にて侵攻を進めていたドイツ軍の手により、解放された。6月2日、オランダ侵攻後すでにドイツの主中となったオランダへと、戻った二人は、ハーグへとたどり着いた。 その夜、オランダのナチカ及び、オランダの SS の設立について議論するために、当人間は、親衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラー及び、オランダ帝国弁務官、アルトゥールザイスイコール・インクバルトとの会合に、招待された。数日後、当人間は、フェルトナイヤーを、オランダの親衛隊及び、警察高級指導者であるハンス・アルビン・ラウターに、紹介した。 ラウターはこの若きオランダ人の熱意とカリスマ性に深い感銘を覚えた。1940年9月11日、ネーデルラント SS が設立された。フェルトマイヤーは、このネーデルラント SS の設立と指揮に大きく貢献した。一方ミュッセルト自身は、オランダ国内での SS の設立に反対していたが、ドイツ本土からの圧力によりこれを容認せざるを得なかった。 1942年1月に、ゲルマン SS として統合されるまでの間に、ネーデルラント SS は、最大で4000人規模の組織にまで膨れ上がっていた。このネーデルラント SS には2つの側面があった。1つは、NSB の下部組織であるという点、そしてもう1つはナチス親衛隊の下部組織であるという点である。表面上の責任者は、 母体組織である NSB のトップたるミュッセルトだったが、実質的には、フェルトマイヤーと強力なパイプを持つヒムラー、そしてオランダの最高指導者となったラウターだった。フェルトマイヤーは、ドイツの欧州征服活動に積極的に貢献するようメンバーを刺激し、彼自身も、自ら最前線に参加した。1941年4月から5月にかけて、 第 1SS 装甲師団の奉仕として、ユーゴスラビア進行及び、バルカン戦線に参加。また1942年6月には、第 5SS 装甲師団の校舎奉仕機関として、東部戦線に参加した。1943年3月、アルゲマイネ SS で大佐に昇進。また1944年3月には、士官としての教育課程を終了し、 武装親衛隊隊員に昇進した。二級鉄十字章、一般突撃章及び戦勝賞黒章を受章。フェルト・マイヤーは、組織に対する執念から、周囲の NSB 党員たちとの間に、様々な権力闘争を繰り返した。ナツスはオランダを、第三帝国の一部とする完全な統合を目指して、いたが、一方、ミュッセルトは、 数軸国の一つとして、オランダの存続を望んだ。オランダ占領政府は、フェルトマイヤーをミュッセルトの監視役にできると睨んでいた。フェルトマイヤーとミュッセルトは、両者の良好関係を示すため公の姿を共に、見せたが、すでに両者の対立は復転に達しており、1943年5月、NSB とナチス親衛隊の結束は事実上完全に、 決裂した。フェルト・マイヤーは NSBE への抵抗活動に対して取られた報復処置を支援した。彼は1943年9月から1944年9月にかけてゾンダー・コマンド・オイコール・フェルのメンバーとなり、シルバータン・オクシュジョンという名の作戦において少なくとも20人以上のレジスタンス活動家を処刑した。 このコマンド部隊の他の有名なメンバーとしては、ハインリッヒ・ボーレ、クラース、カレル・フェイバー及び彼の兄などがいた。1945年2月、フェルトマイヤーは、第3 4 s s 義勇、敵団兵手段大隊長を命じられた。2月22日、出勤中にラールテ付近において、乗っていた車が、連合国の戦闘機より、 真正面から機銃掃射を受け死亡した。34歳だった。数日後、ハーレンに埋葬された。それを知ったヒムラーは、ラウターに以下の電報を送っている。私は、フェルトマイヤーの死を受け、大変悲嘆に暮れている。彼の妻に、私の弔辞を伝えて欲しい。フェルトマイヤーは、私の目にとって、オランダの未来だった。わざわざ、 ミュッセルトに、私の長辞を述べる必要はない。彼も、また同様に、フェルトマイヤー以上に優れた人物を、知らなかっただろうから。ティミューラー、大ォーミラング・デグレンドスラウムズ、P785、K、クイット、ライヒスカー・ミサリアート・ニーダーランダ、ファーズ・クーント・スキータ・ンナショナール・シジアリス・ティッシャー、ヌーアーナング、P115。P メーダ、J、 シジソンズ・ウント・イー、タイト・ギャット・タクラックド・プラス・イチ・ブロン・ネンボーク、P149、ー、e、スロット、デバー・ジトン・ハシダ・ナス・バン・ネダーランド・インで食べた、ベリール・トール・ロック。P140、G ・ハーシュフェルド、ナチュルール・ダッチ・コラボレーション、ザ・ネザーランズ・アンダージャーマン・クキュペーション1940から1945、P324、ナチオ・オーク・リミナル。クラース・カラル。 フェイバーダイズインジャーマニー。BBC オンライン、h t t p w w w b b c c o u k ニュース、ワールドヨーロッパマイナス -182197952012 年6月19日閲覧。ありがとうございます。